東京ドームです。読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの一番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。一番バッターが出塁できるんでしょうか。ジャイアンツ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の高木。さあジャイアンツ、得点圏にランナーを背負った場面です。この後反撃していく上でもここはきっちり抑えないといけない場面ですよ。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の高木、この状況にどう対応してくるか。初球は打ち、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。そうです。左方向、大きいぞ。飛距離はありますが守備範囲内か。レフトフライ、抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには阿部が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあこの点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。もう一回持ってきました。結局これも見逃しました。バッター、このピンチ空振り三振に切って取りました。得点を与えませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対1ドラゴンズがリードしています。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れました。やはりチャンスを取りこぼさないで確実に打ち返したことが勝因だったように思います。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。お確かめの上、足元に気をつけてお帰りくださいませ。